こんにちは。今日は JIM の CDI ソフトをご紹介させていただきます。まずは CDI の説明から始めましょう。 CDI は普通の CD のようでそうではないメディアです。ソフトを CDI プレイヤーにかけていただくと、ほらほら、たちまち絵が出る、音が出る。 CDI にはいろんな情報がぎっしり詰まっているのです。それだけではありません。 CDI の I はインタラクティブの頭文字 I、 マウスやリモコンでゲームやデータ検索ができるという意味。つまりディスク次第でいろんな映像や音の世界を自分で楽しめるコンパクトディスクが CDI というわけなんです。ご家庭でのウルトラ一級エンターテインメント CDI、 皆さんもぜひ楽しんでくださいね。それでは早速ソフトの内容をご紹介します。ゲームオン CDI。 CDI ならゲームがもっとエキサイティング。銀河系治安維持機関が繰り広げるドッキドキのインタラクティブアドベンチャームービー、シャラク。戦士たちが地球の江戸に潜入して活躍します。お話の中身は内緒。ストーリーがマルチ展開するインタラクティブコミックゴルゴ13が CDI で登場。ファンにはもうたまらないクイズも満載。デューク統合からあなたといえども逃れられません。気分を変えて名門コースでゴルフを満喫。あなたをパームスプリングスにご招待。ゴルフゲームパームスプリングスオープン。まるで自分自身がスイングするような感触の臨場感あふれるゴルフゲームです。次はラスベガスに参りましょう。シーザスパレスでカジノゲームをエンジョイ。シーザスパレス、華麗なるギャンブルの世界。本場と同じ賭け率でギャンブルの醍醐味をご家族揃ってお楽しみいただけます。変わってはおなじみ東洋のギャンブル、麻雀が CDI で登場です。強豪8人のプロ雀士の中からメンツを選んで本格4人打ちをどうぞ。 JIM のゲームはこの他にも、ご存知パズルゲームの最高峰テトリス。洋上の敵艦隊を探し出し、各戦艦を次々と撃沈していく海戦ゲームバトルシップ。4種類のマシンからお好きな台を選んで遊べるソフトピンボールなど、さまざまなゲームをお楽しみいただけます。データベースオン CDI、 好奇心いっぱいの方に送ります。 CDI のデータベース F1 グランプリデータブックは、メカのことからチーム、ドライバーまで知りたいことがぎっしり詰まったソフト。この CDI であなたの F1 ワールドがぐーんと広がること受け合いです。女子学生の皆さん、東京の私立88校の夏冬の制服を紹介してくれる受験ガイドができました。東京私立校受験ガイド、リセエンヌグラフィックス。リセエンヌグラフィックスで好きな制服を選び、詳しい情報を見て受験校が決められます。アーティストオン CDI、 ファン必見、斉藤由貴と中島みゆきの CDI のご紹介です。斉藤由貴が彼女自身にとっての4つの記念日に抱く心をそっと耳打ちしてくれる、
斉藤由紀アニバーサリー。 CDI で広がるめくるめく斉藤由紀の世界を体験してください。中島みゆき、デビューから現在までの歩みをゆったりとたどってみませんか。バイオグラフィー、歌詞、カルトクイズコーナーなどを取り揃えたみゆきファン待望の CDI です。キッズオン CDI。 軽やかにマルチメディアと戯れるお子様の可能性を広げます。 JIM 子ども向け CDI ラインナップ。子どもたちの仕事は遊ぶこと。テレビ画面を使ってお子様の想像力を羽ばたかせる塗り絵遊びシリーズ。好きな絵を選んで自由に好きな色、模様をつけて遊べます。1と2、2タイトルをリリースしています。アニメーションに塗り絵ができることをご存知ですか。CDI のアニメーションジュークボックスなら OK です。親しみのある英語の童謡10曲を可愛いアニメで表現。登場するキャラクターに色を塗って繰り返し楽しめます。そして英語になれるにはこれが一番。あのセサミストリートが CDI になりました。アーニーやバートたちとの文字遊び、数遊びで自然に英語を身につけるこのタイトル、オリジナル英語版で登場です。こちらはアメリカのイラストレーターリチャード・スカリーの作品。楽しい仲間とゲームをしながらいろいろなことを覚えましょう。日本語版とオリジナル英語版がありますので、お子様の興味に合わせてお選びください。きちんと日本の言葉を身につけましょう。楽しいイラストとゲームで50音を学べるあいうえお。書くときや読むときに間違えやすい文字もしっかり覚えられます。CDI、 クオリティの高い映像でお届けするアートの世界。まずあなたの部屋が美術館になるグレートアートシリーズをご紹介しましょう。ゴッホの生涯とその作品を時代背景や写真、音楽を駆使して立体的に見ることができる太陽を刈り取る人、フィーセント・ファン・ゴッホ。ルネッサンス黄金期に活躍した天才たちの絵画、彫刻、建築、音楽作品を集めた芸術の宝庫、フィレンツェルネッサンス。印象派を代表するフランス画家10人の作品と生涯を同時代の音楽に乗せて、その息吹までを感じられるフランス印象派。以上、グレートアートシリーズは様々な切り口から芸術を味わえるマルチメディア美術館です。そしてより軽やかにアートに親しめる BGV タイプのミュージックギャラリーシリーズ。このソフトは普通の CD プレイヤーでも音楽をお楽しみいただけます。まずミュージックオブレンブラント、オランダ人レンブラントの作品をアムステルダムバロックオーケストラのニューレコーディングの楽曲でお届けしましょう。こちらは印象派時代の絵画や写真を集めたプレリュード。ドビッシーやサティの調べに乗せて鑑賞できるソフトです。そしてアメリカンホークアート美術館所蔵の作品をご覧いただけるアメリカンホークアートの世界。アメリカの現代音楽を代表するアーロン・コープランドの旋律をお楽しみください。
いかがですか？絵画や写真を鑑賞しながら音楽の調べに浸っていただけるミュージックギャラリーシリーズ、グレートアートシリーズ3タイトルを合わせて、ぜひとも CDI のアートの世界をじっくりと味わってみてください。ミュージックオン CDI。 CDI のミュージックタイトルは CDDA の高音質。楽曲の部分は普通の CD プレイヤーでもお楽しみいただけます。モーツァルトの代表的な曲をベースに、彼の短くも充実した人生を生き生きと描き出すモーツァルト、その音楽と生涯。パヴァロッティの見事なナポリ民謡、オーソレミオパヴァロッティ。画面では彼の経歴から歌詞などを見ることができます。ルイ・アームストロングのアメリカンソングブック、本人の貴重なインタビューなどをボーナストラックに載せています。ゴッドファーザー・オブ・ファンク JB、 1965年から71年のベストヒット集。懐かしいジャケットも見れる待望の CDI。 ジェームス・ブラウン、ノンストップヒットマシーン。いかがでしたか？夢のメディア CDI、 夢の大きさと同じぐらいの広がりを見せる CDI ソフトに今後ともご期待ください。Presented by JIM. この CDI の使い方を説明します。オートプレイスタートをクリックすると、 JIM の CDI ソフトのご紹介が始まります。再生中にメニューに戻りたいときには、1または2のボタンを押してください。データをクリックすると、 JIM の商品のタイトル、品番、価格を見ることができます。